でもです、私はですね、今大阪の自宅におりますけれども、今回はですね、飛行機のリクライニングについてお話をしていきたいと思っております。先日ちょっとですね、このようなコメントをいただいたんですけども、座席のリクライニング問題についてどう思いますか。飛行機系の YouTuber の方は倒されるのをよく感じてないコメントをされているのですが、前の方が倒して自分を倒せば同じスペースが確保されると思いますが、自分はすぐに全開に倒します、食事の時は戻しますが、ということですね。うん、なるほどなるほど。これはですね、定期的にいただくコメントでもありまして、まあ、今回はですね、もう本当にそれについて決着をちょっとつけようと思っております。まあだから、このね、座席をですね、まあ飛行機だとね、エコノミークラスをちょっと今回想定してますけども、こう倒した時に、はい、これが果たして私自身のスペースか、それとも後ろの方のスペースかっていうところですね。なんかフィッシュ、全開で倒されまくって、食事の時も倒されまくってたんですよね。言えば戻してはくれたと思うんですけど、まあまあええかみたいな感じでね、食べてたら、日本人の客室乗務の方が紅茶を入れてくれた後に、前の人にね、ちょっと食事中はちょっと席戻してねみたいな感じで戻したら、ね、めっちゃ広いね。こちらはですね、はい、ちょっと今からですね、まあお話ししていこうかと思っているんですけども、まあ今回はですね、私がこう思うことっていうところですね、話してもですね、まあ結論がなんか全然違うところに行く可能性もありますので、事前にですね、なんと8人の方にですね、今回アンケートいたしました。飛行機 YouTuber の方もいればですね、現役 CA の方からも、はい、コメントをですね、いただきましたので、こちらをですね、交えてですね、結論というところを出していきたいと思っております。それで1人目なんですけども、皆さんご存知だと思うんですけど、ドリチソさん、はい、コメントいただきましたけれども、はい、ドリチソさんのちょっとコメントですね、今から読まさせていただきます。大前提として、自分が前方の方に対してとやかく言う権利はないと思ってます。よって前方の方がいつどんな角度にしようがとも、まあ非常識だとは思いませんし、直接もしくは CA さんを通してクレームを言うことも絶対ありません。操作する時も断っていただかなくても大丈夫です、勝手にどうぞスタイルです、ということで、おお、かなり紳士的ですね。うん、それですね、私はちょっとこの時にですね、意地悪な質問をしたんですけども、まあでもね、倒されるのはいいとしてもですね、ぶっちゃけ、ね、ちょっとイラッとしませんかみたいな感じで質問を追加でしたところですね、前の人が座っている時点で想定はしています、特に何にも感じませんね、ということで、まあそれでもし文句があるのであれば、最前線であればこう壁になってますので、倒されるっていうことはないですよね、とか、ビジネスクラスを取れなかった自分のわがままではないでしょうか、ということで、おお、なるほどなるほど、というですね、感じでいただいて、ドリチソさんはもう自由に倒していいよということでございました。では早速なんですけど、また次にですね、スーツくん、はい、スーツさんにも今回ですね、ちょっとコメントをいただけましたので、今からですね、見ていこうと思うんですけど、スーツくんに関してはですね、なんと動画でコメントいただきましたので、今からですね、ちょっと流していきたいと思っております。どうです、私今自宅に来ておりまして、今小野田さんから質問をいただいたところでございます。ありがとうございます。エコノミークラスのリクライニングは、私は別に普通に倒して問題ないと思いますね。リクライニングって乗ったことある方分かると思うんですけど、すごい浅いじゃないですか。あのぐらい浅いリクライニングだったらば、まず後ろの人に影響はないだろうと思うし、それからあのリクライニングがほんのちょっとしか倒れない、その理由って結局航空会社としても、あんまり深くリクライニングを倒されると後ろのお客さんの迷惑になる、邪魔になるから、だから多分もうほんのちょっとしか倒れないようにしてるんだと思うんですよね。ということは、あのリクライニングがあれだけ浅いということは、航空会社としてはたったそれだけの、リクライニングしか認めていないのだから、逆に言うとそのぐらいは別にいいんじゃないかなと僕は思います。で、また、リクライニングをお使いになる際は、後ろのお客様にご配慮をお願いしますという、何をどう配慮すればいいのかわからないことも、まあ、よく言われるんですが、まあ、それはいきなりガバッと後ろへ倒したりとか、あとは、後ろのお客さんが、ね、何か作業をしているときにいきなりこう倒したりとかすると、それは良くないということで、リクライニングを倒すときに、すみません、ちょっと倒してもよろしいですかとか、後ろの方に、ね、声をかけて、それぐらいで私はもう十分リクライニングを使うということも、
態度としてはね、認められる水準に達してると思うんですよね。そもそも座席を倒してほしくないのであれば、リクライニングというものを設けないのがよろしいと思います。で、航空会社だって飛行機を次々出してて、まあ最近ではさすがにコロナの関係で便数も減ってますけれど、なるべく空席を嫌って埋めようとしてるじゃないですか。だからまあ後ろに誰もいなかったらリクライニングをというよりは、後ろに人がいてもあのリクライニングを使う前提で航空会社もいるんだと思うんですよね。だからそこは、リクライニングの機能がついてるんだったらどんなお客さんも倒せばいいと思うし、それから、まあ、例えば自分の前のお客さんがリクライニングを使ってきて、もし狭いと感じるのであれば、今度は自分もまたリクライニングを使って前との間隔を広げればよろしい。で、その後ろのお客さんがもしまた前から倒されて狭いと思うんだったら、また自分も倒せばいいと、ずーっとこう前から順々にやっていけば全員平等ですよね。夜行バスのことでもよくリクライニングをね、倒すことをなんか気を使う人もいるそうで、まあ私はもう遠慮なく全開に倒させてもらう。夜は眠るんだから、眠るためにね、あのできることは何でもする権利はあると思うんですけども、あの夜行バスのリクライニングもね、最近ではあのあらかじめ全部倒した状態で、入ってきて、でそれであの後ろの人への気遣いをもうあのしなくてもいいという、割と、やりやすいタイプの夜行バスなんかもあるそうですが、まあ、航空会社ね、さすがにあのそれはできない。もう離着陸の時にねリクライニング使えませんから。そうなんですけども、ただまあ私としては前のお客さんが何も言わずにリクライニングを倒したとしても、それはその人の座席に備わっている機能を使っているだけなんだから当然の権利だと思うし、また自分の後ろにある座席のスペースとリクライニングの可動部分まで私は自分のスペースで、それは自分の買ったものは料金に含まれていると思いますね。一方で前の人がこう倒してきたその部分に関しては、これは前の人のスペースだから、前の人のリクライニングするときにあの邪魔にならないようなことをいろいろ考えたりとかは、しておく義務が後ろの乗客にもあるなと思います。まあ要はあのどっちに、注意するかなんですね。あ、すいません、いけない。3分も喋っちゃいましたけども、まあ、要は結論としては、私はあのリクライニングは食事中とかどんな時もあのもう好き勝手に、倒すべきだと思います。じゃあ実際自分が倒してるかっていうと、倒すこともあるけど、まあ、倒さないですよね。これが難しいところなんですよ。考えとしてはいつでも倒すべきだと思っております。ちょっともありがとうございました。はい、というわけでね、あのスーツ君はかなりこう論理的に話してきましたけども、はい、ということで、まあ基本的にはもう自由に倒してもいいよと、ただまあ自分はそんなに倒さないということでございました。はい、ではですね、今回ちょっとたくさんの方にコメントいただいたので、続々とちょっとまずはですね、皆さんのコメントをですね、あの読んでいきたいと思ってるんですけど、次はですね、あのスーチャンネルのスーさんにもあのコメントいただくことができました。スーさんに関してはですね、もう自分は後ろにこう人がいなければもう全開で倒します。ただ人がいるんであればこう許可を取って、はい、あの半分ぐらい倒すようにしてますということでございますね。まあそれで、まあもし前の人に全開に倒されたらどう思いますかっていうふうに聞いたところですね、まああのもう基本的にはもう我慢ですねみたいなほどおっしゃっておりました。今のところもう全員前の人は自由に倒していいということで、まあそれぞれこう思うことはありますけれどもっていう感じですかね。それで次にですね、あのトベちゃん、あの飛行機 YouTuber ですね、うん、それでトベちゃんは女性の方なんで、まあちょっと女性の目線のコメントをいただけるかなっていうふうには思っておりますけども、果たしてどんなコメントでしょうか。トベちゃんに関してはですね、変な人にこう常に倒されると、まあ、窮屈だと正直思いますと。ただそういう人は大抵寝てたりあのしますので、もう自分はしょうがないなと思って、あの特に何も言わずもう寝ますということでございましたね。ということでございまして、皆さん同じ意見ですね、基本的には。それで次はあの中学生 YouTuber ともくんということで、また中学生の目線になれば変わってくるのかなっていうふうに思ってですね、今回ちょっと質問あのしたんですけれども、ともくんに関してはですね、まあ声をかけてくれればですね全然問題ないですと。それただ声かけられずにもうフルで倒されると正直ですね、あのちょっとイラッとしますねと。倒してはこういいけども、まあ、それについて何も思わない方もいれば、こうちょっとやっぱり思うこともあるという方もですね、まあ、いらっしゃるということですね。まあ、それでですね、次にあのコメントいただいたのがですね、赤西さん、あのこちらですね、あの以前元 ANA の CA の方と対談ということでですね、そういった動画を出しましたけれども、そこにですね出演していただいた中西さんにもですね、今回ちょっとコメントをいただきました。中西さんに関してはですね、あの食事の時以外はもう CA さんは全然何も思ってないですし、何も言いませんということで、まあ、自分がこうお客さんでエコノミーに乗ってたとしても、まあエコノミーなのでそう思って我慢しますということでしたね。まあ、それで昔に比べてこうエコノミーの座席ってなんか
狭くなったような気がしますねってみたいなことをおっしゃってたんですけども、確かにそれはなんか他でも聞いたことありますけども、まあ最近はねプレミアムエコノミーとかあったりしますので、その分普通のエコノミーっていうのは多分狭くなってるんですよね、昔に比べると。まあ LCC の登場もあって、まあ LCC も当然こう狭いですし、あとはまあ ANA とか JAL とかでも、まあエコノミーっていうのはね結構狭いんですけども、うん、だからちょっとそういう環境っていうところもですね、あの今はですねちょっとなんかこういった議論をする時のポイントなのかなっていうふうにも思ったりもしましたね。やっぱりこうね、あの座席っていうところももちろん当時に比べると進化はしてると思うんですけど、それでもね狭いことには間違いないので、特にまあ昔よりも多分ピッチっていうのは狭いと思いますので、次にですね、あの外資系のLCC で働かれている現役の CA の方にもですね、今回コンタクトを取ることができたので質問してみました。まあ、その方がおっしゃるにはですね、もう全然倒してもらっても構いませんということをおっしゃってましたね。まあ、それ他のクルーの方もあの同じような、まあ、意見ですということで、まあ、それでその方はですね、まあ、そこの外資系の LCC だけじゃなくて合計7年間 CA として活動されているということだったんですけども、あのその方が言ってたのはですね、大体こういったトラブルはですね、あの日本人が多いですと。いうふうにおっしゃってましたね。はい、ということでですね、まあなんとなくそれはわかる気がしますけども、はい、そういうことらしいです。まあね、国によってはあんまりこういったのを全然意識したことないっていう人もいるんですかね。なんかそこら辺が面白いところでもありますよね。という方はですね、あの外資系のレガシーの航空会社で働かれているあの方なんですけども、まあ、その方もですね、食事の時、あとこうコーヒーのサービスとか時以外に関してはもう好きに倒してもいいと思いますみたいなことをおっしゃってましたね。もうそれも全然モラル的にも全然ありだと思いますというふうにおっしゃってました。まあ、モラル的にはっていうのはもうあのこうやってやっぱり倒すとちょっと罪悪感とかもあったりするかもしれないですけども、もうそれもですね感じる必要もないですよと多分言うことをですねおっしゃっているとは思うんですけども。はい、そのようなですね、まあ、コメントをいただきまして、まあ、今までこう8人の方に全部聞いたんですけども、8人ともですね、倒してもいいということでですね、はい、コメントをですね、いただきました。ということで、もう結論は出てるとは思うんですけども、まあ、それで、じゃあ、私は、あと、どう思ってるんだってところですよね。これ失敗したなって思ったのが、先に聞く前に動画撮っとけばよかったっていうふうに思いましたね。これ聞いてからだとね、もう有識者8人からですね、聞いた後、もうなかなかですね、言いづらいなっていうところもあったりしますけども、まあ、私自身は、まあ、私の過去の動画見てくださってる方であればですね、わかると思うんですけども、正直、倒されるのは嫌です、私自身。はい。ドリツトさんみたいに、全然問題ないとか、ちょっとそういったのはですね、正直思ったりはしないです。というのもですね、例えばこうあんまり足組むことはないですけど、足組んだ時とか倒されなければ足組めるのに、倒されることによって足が組めなかったりとかすることもありますし、まあ、もうそもそもねエコノミー足組むなっていう話もあったりもしますし、まあ、他にはなんかこう座席でこういい感じのこうやってなんか座ってる時になんか倒されることによってそれがなんかね、作れなくなったりとかしませんか？なんかそういったのがあったりするんで、正直まあ夜は全然いいんですけども、ライトがついてる時全開に倒されるのはちょっとですね、そうかみたいな感じで思ったりも正直いたします。ただもうね、皆さん言ってる通りですね、倒れるとこまではですね、まあ、自由に使っていいとは思ったりもしますので、まあまあまあ別に文句言ったりとか全然そんなことはないですけどもね。ただやっぱりね、声かけてくれた方が、まあ、他の方も言ってましたけども、嬉しいですよね。やっぱ勝手に倒されるよりは、そういったこともですね思ったりします。果たしてまあ私がそんなような文句を言ってるんだったら、じゃあね、僕自身が実行できてるかって言ったら、やっぱりごめんなさい、人間的にはそこら辺あんまりできてなくて、まあちょっと自分に甘えてですね、例えば人にやられて嫌なことはですね、まあやるべきじゃないとは思ってるんですけども、だから私もですね、基本的にはまあ座席はですね、まあ、倒さないようには普段基本的にはしてます。私自身のエゴですね、これは。ですけれども、やっぱりこうね、倒されることによってもうね、すごい狭くなって、まあちょっと申し訳ないけどっていうことで、後ろちょっと倒すこともありますし、やっぱりこう倒した方が寝るのは楽なのは分かってるんで、まっすぐな時よりも、まあ夜の時とかはちょっと倒したりとかしますね。うん、まあそのようなですね、感じでございまして、まあ全然別に自由ではないとは言えないですけども、まあ私はちょっと真ん中ぐらいのところにしときましょうかね。
ということで、まあ、今回はですね、対1対0ということにちょっとさせてください。ということでですね、まあ、今回はですね、まあ、でも現役の CA の方もですね、2名ともですね、もう自由に倒していいと、食事の時とかドリンクの時以外はっていうふうに言ってるんで、もうまあ、ね、倒しても全然問題ないということなんでしょうね。ということでですね、まあ、今回はですね、そのような結論を出させていただきました。まあ、ただ、やっぱりこうね、皆さんもですね、過去にですね、まあ、そういった座席のトラブルとかですね、なんか思うことっていうところたくさんあると思いますね。なんかぜひともそういったところですね、コメントでいただければ、非常に嬉しいです。まあ、一応ですね、アンケートももうね、座席は多分、ね、自由に倒していいっていうところがですね、もう 90% 以上になるとは思ってるんですけども、一応ですね、設置しておきますので、はい、そちらもですね、ぜひとも答えていただければと思います。まあ、この動画もしよかったら、役に立ったらですね、高評価、チャンネル登録お願いします。また、Twitter、Instagram、ブログやってます。フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回動画終わりたいと思います。それでは。